ラウル・イバニエス、ラウル・ハビアー・イバニエス、ラオール・ハビアー・アイベネス。1972年6月2日体は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身の元プロ野球選手、外野手、または指名打者。右投げ左だ。メディアによっては、イバニエス、イバネスと表記されることもある。の、MLB ドラフト36順目。 全体戦6位でシアトルマリナーズから指名され、プロ入り。マイナーリーグでは保守、または外野手としてプレーしながら、経験を積む。8月1日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビューを果たした。あとは、シーズンの大半をトリプル A 級タコマレイニアーズで過ごした。は、主にマリナーズでプレイ。外野手のほか、一塁手や保守としても出場した。には、 ディビジョンシリーズリーグチャンピオンシップでも出場機会を得た。シーズン終了後に FA になる。1月22日にカンザスシティロイヤルズへ移籍は自身初めて1年間を通じてメジャーリーグでプレーした。11月19日に3年総額1300万ドルの契約でマリナーズへ復帰した。は、自己最高の打率304を記録。 8月17日のロイヤルズ戦で5打数5アンダーを記録し、9月22日のアナハイムエンゼルス戦では1試合、6アンダー、6打数のアメリカンリーグ大記録を達成。は引退したエドガー・マルティネスに代わる指名打者に定着。全162試合に出場し、シーズン終盤には不審のエイドリアンベルトレに代わって3番を打つようになった。 シーズン終了後にはから2年総額1、100万ドルで契約延長した。は、ホセビドロとカール・エヴァレットの加入により、左翼手としてプレー。同年、103得点181安打、33本塁打、123打点など、自己記録を更新。は、5月に腰を、6月にハムストリングを痛めたが、8月以降は、体調を戻した。 10月30日に FA となった。2008年12月16日に3年総額3、150万ドルでフィラデルフィア・フィリーズと契約に合意した。は、4月16日のワシントン・ナショナルズ戦でシーズンの打率が300を超えると8月9日のフロリダ・マーリンズ戦まで300以上の打率を維持。その間、79試合の出場で打率304。 23本類が69打点という数字を残した。またファン投票でライアン・ブラウンに次ぐナリーグ外野手部門2となり自身初となるオールスターに出場した。ところが打率が300を下回ってからは成績が下がり48試合の出場で打率218本類打、18打点だった。それでも 自身に度目となる30本塁打以上を放ったシーズンとなり、打点も4年連続で90以上の数字を記録した。一方で、打率に関しては2桁本塁打を放ち始めた2001年以降、最低の数字となり、三振の数も同じく2001年以降では、ワーストの数字となった。は、打率こそ遺跡1年目の数字、272を上回る。 275を記録したが、本類打と打点は数字が低下した。しかし、オールスターまでは85試合で打率。243.7本類三39打点という成績だったが、オールスター以降は70試合で打率。309.9本類四44打点と復調した。は、左翼手としてのメジャー全体で最低のレンジファクター1.60。 を記録。シーズン終了後に FA となった。2月20日、指名打者を探していたニューヨークヤンキースと1年契約総額110万ドルで合意。10月3日のボストンレッドソックス戦では9回、裏ビハインドの場面で、代打同点にランホームランを放ち、さらに延長12回同点の場面には、サヨナラタイムリーを放った。 地区優勝の行方を大きく左右する大事な試合で、持ち前の勝負強さを発揮し、チームを勝利に導いた。10月11日のボルチモアオリオールズ戦でも9回、裏ビハインドの場面で、再び大打同点ホームラを放ち、延長12回には2打席連続となる、サヨナラ本塁打を放った。この活躍により、チームはリーグ優勝決定シリーズ進出へ大手をかけた。 オフの10月29日に FA となった。シーズン終盤の劇的な活躍から挙手が注目されていたが、12月26日にフルス・マリナーズと1年契約で合意、2度目のマリナーズ復帰となった。10月31日に FA となった。2013年12月18日に、 ロサンゼルス・エンゼルスと1年275万ドルで契約に合意したことを報道され、27日に球団が発表した。6月21日に自由契約となった。2014年6月30日にフルス・ロイヤルズとメジャー契約を結んだ。7月2日にロイヤルズの最年長記録となる42歳31日での本類打を放った。オフに FA となった。 2月より、ロサンゼルスドジャースの GM 特別補佐に就任した。また、同年4月には、ESPN の提供する、ケーブルテレビ、衛星放送番組、ESPN でインポーテイスの野球解説者としても、活動を開始した。から3年連続で100打点以上を記録するなど、勝負強いバッティングが、持ち味のクラッチヒッター。外野手としては主に左翼を守る。の時点では、 守備範囲は波、肩はやや弱く、遠距離からの早球に確実性を欠くが、左翼手としては、旧大点の守備力と評されていた。しかし、以降は、低調なレンジファクターを記録している。フィリーズ在籍時、スポーツイラストレーテッド氏の企画により、選手間投票で選ぶ、感じの良いメジャーリーガーでは、ジムトーミーに次ぐ2位となった。マリナーズ時代に、チームメイトで、 ヤンキースでは隣り合ったロッカーを使うイチローは、イヤモは本当にいいやつなんですよ。本当にいいやつって実はあんまりいない。嫌いな人がいないタイプって、実際は本当にいい人ではないケースが多くてね。でも、あの人、イバニエスは、本当にいい人。珍しいタイプですよ。絶対に、彼のことを悪く言う人はいないと思うんですが、かといって、薄っぺらい人でもない。 稽古な人だと思いますね、と、イヴァニエスの人柄を絶賛している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。